寒くてびっくりしてる。まだお部屋が暖かくありません。かわいい流れ星ガチャガチャハートありがとう。白雪出た。うわーもうそりゃ寒いよね。びっくりしちゃう寒くて。風のビュービュー言ってる。寒いよね。風が吹くとさなおさら寒くなっちゃうしね。セラさんありがとう。 I love you。 ありがとうございます。嬉しい。ありがとうね。雨降ってた。そうだよね。配信中を出しますね。あこれだ間違った。だるまありがとう。ガチャガチャあさみこ暮らしオープンありがとう。こんばんは。こんばんは。なんかピョンって出てる。あら、くまちゃんも、小判も、ハートも、ありがとう。そうなのよ。ありがとうございます。こんばんは。シェア、シェア。今日もねあの睡魔がやってきそうなので明日もねお話し会一部なので朝早いから長くはできないんだけど、今日のリップはねいつもと違うもの使いましたよ。オンラインやった。楽しみ。おはようができますね。こんばんは。そう SG もうね落ちちゃう。あらすごい頭がさ回ってなさすぎて私皆さんのコメント読んでばっかりだ。お話し会楽しもうね。あありがとうベランさん。 I love you 10周年ありがとう。松葉行ってない。松葉行きたいなと思いながらさなんか緊張しちゃっていけない。思ってた通りにうまく注文がねこういうお願いしますってできなかったらさなんかすごい大変そうじゃん。緊張してできない。そう紙に書いていこう。こんなまつげがあっていいですって。眉毛サロンも行ってない。自眉ではあるんだけど自分で整えられてない整え方をしてます。10周年ガチャガチャありがとう。わーしげちさん10周年くまちゃん I love you ありがとう。こんばんは。海ほたるいいね。海ほたるめっちゃ楽しかった。結構ね寄った時間的にはね短かったんだけどそれでもすごく楽しかったからもっと楽しいだろうなって思う。すごい素敵な場所にありますね海ほたる。あの九州の方にね海たまごっていう水族館があるんですよ。だから私てっきりなんか水族館かなと思いながら向かってたらあの全然違くて想像とすごい楽しかった。海の中じゃない海の上にポツンとあってすごいなんかうん海の上にいるような感覚になってすごいね楽しかったですね。そう海卵そう大分のそうそう行ったことあるんだよね。昔小学校の時行ったかな。ハートありがとう。流れ星ありがとう。来たよーってありがとう。今日も来てくれて明日話し会楽しもうね。嬉しい。朝早起き明日もう決めました。私明日のお洋服決めたんですけど最近買ったなんかとあるものを身につけていけたらいいなと思ってます。イエイイエイイエイ。タメゾウさんありがとう。手紙ありがとうございます。いっぱい嬉しい。そう昨日だっけ。え昨日になるの。すごい私軸歪んでる。そう昨日言ってたやつです。
そうそうそう、最近ねすごい一目惚れでね買ったものがあるんですよ。それをね身につけようかなと思ってます。まあ明日きりとかじゃなくてね、普通にまた2月からのオンライン個別お話し会でも切れたらとか言ってもね、できたらいいなと思ってるんだけどね。なんさんありがとう、つぶいか暮らしいっぱいありがとうございます、お疲れ様。そうそう、木更津のアウトレットも行ってきて、おおすごい、あの YouTube のあれだね、流れと一緒じゃん。アウトレット楽しかった、めっちゃ広いよねここ、これかな。この間ねまた切ったからさ、こうやってね切ったのさから結構いい感じの長さなってる。前髪短いね、意外と気に入っちゃってね私が今日使ったコスメはアイシャドウはクリオさんの十何番か、10番から13番の間のどこかのくすみピンクみたいな色使いましたよ。パレットね、アイシャドウパレット。まさんはじめまして、村山由佳です、よろしくお願いします。お願いします。そう、分けるの最近ハマってますね。そう、ありがとう、すみこ暮らし。今日レンコンの日なの、なんでだろう。今日って何日ですか、日にちが表示されない。11月17、いいなーの日、いいなーの日が一個多いレンコンの日、謎だね、なんでだろう。そう、いいなそうだよ。対面納豆、対面納豆もいっぱい煮てありますよ、ぜひぜひ。こんばんは、こんばんは、10周年、ハートありがとうマスカラはエレガンスさんの下地にミルクタッチの黒のブラックのロング使ってます。ロングだったと思う、ロング使ってます。ギャンギャンでしょう。とね、ホットビューラーでねこうやってねしたら結構上がるよ。レンコンサミット開いたかららしいよ。そうなんだ、レンコンサミット、レンコン、自分でレンコンサミット、世の中いっぱいありますからね、私の知らないことの方が多いからね平成6年、私の10歳先輩じゃん。まつげは抜けるよ、抜けちゃうの、まつげオフをね大事にしてますね、できるだけ。クッキー作ったから、うわいいね、クッキー作り私好きなのよ昔からね、よくなんかバレンタインとかでもねクッキー作ってねましたね、バレンタインと、あと本当に何でもない日とかでも作ってた。うん、結婚してありがとう、ありがとうございます。私の骨格は、私はウェーブだと思ってます、わかんないけどありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。将来の夢めっちゃ可愛いやん、嬉しい、ありがとう、めっちゃ可愛い、10周年ありがとう。いなさんこんにちは、村山由佳です、よろしくお願いします。バレンタインもらいたいってバレンタイン皆さんにお写真やプレゼント去年は今年かしましたよ、見ましたか。私のさお家がさ
オーブンがなくて電子レンジしかなくて、だからね結構作れるものが絞られるんだよね。焼き菓子が作れないのさ。そうからどうしようかなって、なんかねこううまくできるものがあればいいけど思いつかないですね。こんばんは、こんばんは。ブルベかイエベかもわかんないの。私って本当になんか自分のことを知らなさすぎていて、最近ブルベっぽいアイシャドウを使うことが多いけど、そう手とか黄色いからね。かわいい、ありがとう。今日おっとり、もうね頭が回ってないからねおっとりしちゃってる。フライパンでできるクッキーとかあるの、すごすごいね、フライパン有能すぎない。こんばんは、こんばんは。あ、前も来てくださってますね。かわいい、ありがとう。ぼちぼちだよ。フライパン何でもできるで一番初めに曲げるって出てくるのすごいね。普通なんかね焼いたりとか炒め物に使ったりとか言うと思うけどね。こんばんは、こんばんは。結婚とね、確かにね感じがね若干ね、こう目をこうやって薄くするとさ見えるよね。おお、揚げないから揚げたくできるやつめっちゃいいやつじゃない、わかんないけどすごっ、めっちゃいいやん。料理の幅広がりますよねそういうのね。あら、ゆうかかわいぼっと今日も来てくれてありがとう。今日この後のお友達とひたすら語って幸せな日だと。わあ、なんてそんな幸せなもう共有してくださりありがとうございます。この間さ、なんかあのコナーがね、あの私がさ猫、あ同じ服だ、あの猫のさハロウィンの時にあげた写真あったじゃないですか。あれはすごいなんかもう3枚ぐらいしか投稿してないのに、もうすっごいなんかこう保存してて、3枚以上同じの何枚も保存してて、あの連絡くれました、かわいい。でフォルダーが、あのなんだフォルダー、アルバムのスクショもらって、もう上から下まで同じポーズの、なんか私をいっぱい保存してくれてたみたいで、かわいいよね。そんなことがありました。あとなんかこの間もなんか言ってくれてたよ、とね、あーそう、イラストだ、ファンの方が描いてくださったイラストをね見てね、嬉しいねっていう話をしましたね。ゆぐちゃん初見です、ありがとう。きなりさんはじめまして、よろしくお願いします。東京公演見に行きますって、やったー。じゃあその時が初対面になるってことかな。いやーありがとうございます、嬉しい。ぜひぜひよろしくお願いします。名前も覚えられるように頑張りますね、嬉しいね。すみっこ暮らしハートありがとう、ありがとうございます。明日話すこと、うん、いっぱい考えててね皆さん。何話す、何でも答えれるよ。何話す、うんうんうん、ね、ツアーもねすごいね嬉しいね、楽しみだし。10周年ありがとう。寝る前に話す練習するってイメトレじゃん、嬉しい。ニコニコこうテイリーさんよろしくお願いします、こんばんは。引きだ、引きだね。
ちょっと背もたれ欲しくなっちゃった。楽しみすぎてよく寝る。そういっぱい寝てほしい。明日皆さんもね、おそらく早起きだと思うから、まあ、休みの方とかだとさ、特に10時からってちょっと早いよね。そう、うんうんうん、頭真っ白なっちゃう。真っ白ならなくていいのに皆さん。ならなくていいんだよ。対面で名札つけたら頑張る。ありがとう。頑張る。対面の時までにもうしっかり覚えられるように頑張りますね。嬉しい。おお、部活か。部活すごいな。私は部活の朝練というものを本当にしたことがないので、学校行事でちょっと朝早く行くとかはあったけど、そういったことぐらいしかしたことないので、そうね、すごいいっぱい質問ありがとう。何食食べてるかな。日によったりしますよね。一日2食から4食くらい食べてると思います。もう日によりますね。ヨガさんありがとう。I love you。 ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。対面追加分取れたからたくさん話せる。わー嬉しいね。ありがとう。いっぱい話したいって思ってもらえてることが幸せ。ありがとう。うんうん、ファーストコント、ファーストツアーってね、もうね、もう全てが第1回目っていうね形が多いからね。I love you の言い方好きって。やったん。嬉しい。どんなポーズおすすめ？やっぱハートじゃない？ハート。ハートとかさ、ピースとかってさ、あのなんか自然と笑顔にならない？私だけ？私すごいなんかこう自然と笑顔になるポーズな気がする。いいね、ありがとう。ハートもありがとう。誕生日いきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアエーちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おめでとう。いつもありがとうございます。おめでとうございます。よかった、間に合って。もうね、若干ね、配信ちょっと終わりかけかけてたから、よかった、間に合ってよかった。ありがとう。おめでとう。花束、スミカ暮らし、ありがとう。最近ね、本当にね、そう、終わりかけかけてたからね。そうそう、よかった。意外とよりニヤニヤ顔になるから絶対漏れない。私もね、結構ね、皆さんの前にするとね、楽しくなっちゃってね、なんだろう、漏れる顔とかそういうの以前になんかすごい素で楽しんじゃうことが多いかも。香水何系の？あ、おお、私は結構ね、柑橘系が好きかな。柑橘系とか柔軟剤の匂いとかが好き。あんまね、自分でも濃いのつけなくてね。そうそうですね。間に合ってよかったね。よかった、ありがとう。寒い子ぐらいし、ありがとう。ケーキ食べてないの？明日食べるな。いっぱい食べてほしい。いっぱい食べてほしいです。柑橘系のね、オレンジ畑みたいになっちゃうかも。あ、トンボ起きると。はい、着きました。あったかい、もうここから離れられないもん。レモン汁すごい、あれだね、原始的な仕方だね。
確かに一番柑橘系の匂いしそうだけどね。こんばんは、こんばんは、星ありがとう。緊張しちゃう？もうそれまでね、オンラインとかいっぱいあるから慣れよう慣れよう。こんばんは。ちょっと早いけど35分になったら誕生日しますね。私は明日起きれるか結構な大勝負を出ないといけないから、頑張んないといけないから、はい、今日早めにね、はい、ちょっとね頑張んないと、私が起きれなかったら皆さんとお話できなくなっちゃうからね。しげちさんありがとう、くんばんはありがとうございます、ありがとう。でも2月からね、ほぼ毎週一部二部させていただくから、早起き得意になっちゃうかもね。そう、早起き得意になっちゃうかも。朝活、朝はさ、やっぱ早起きは三文の得っていうくらい、今までさお話し会いろいろな部でね参加させていただいたけど、一部は朝は確かにこう、うわー眠たいってね、起きる瞬間は思うけど、その後のね一日のね流れを考えるとね結構ね有意義なんですよね。すごくいいです。一部もう布団からこうファサって起きるのさえ頑張ればもうバッチし、そうね、早起き頑張ろう。家出たらなるね、そうそうそう、早起き頑張りますよ。お腹空いてきた。ではそろそろ誕生日をしていきたいと思います。10歳の方から、10歳ブルーベリーさんありがとうございます。ジュニー空の魚さんありがとうございます。11クロスさんありがとうございます。10位グッピーさんありがとうございます。9位なおちくんありがとうございます。8位せいごくんありがとうございます。7位やすひろくんありがとうございます。6位なおさんありがとうございます。5位オベロンさんありがとうございます。4位セラさんありがとうございます。3位ゆまさんありがとうございます。2位とめぞうさんありがとうございます。そして1位しげちさんありがとうございます。皆さんありがとう、たくさん。もう終わっちゃう、そう終わっちゃうな。乃木ゆうた真夏さん、はじめましてだ、ありがとうございます、聞いてくださって。明日も配信するので、多分夜かな、夜配信すると思うので、ぜひぜひ見に来てくださると嬉しいです。ありがとうございました。明日もね、今日も一日本当に平日最後じゃん、そういえば平日最後までお疲れ様でした。皆さん、私も頑張った、みんなも頑張った、お疲れ様ね。明日ね一部からお話し会、オンライン個別お話し会よろしくお願いします。私がお気に入りで買ったものも初めてつけるので、お楽しみにということで、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。また明日おはようしましょうね。バイバーイ、ゆっくり寝てくださいね。おやすみなさい、ありがとう、バイバーイ。